さあ森上さん、はい、ここは仁和寺です。うわ、一度あの御朱印行脚で、はい、寄せていただいたことあるんですけど、しかしやっぱり圧巻ですよ ね、 すね、ここはね素晴らしい、まあ、この前が京都マラソンの今これコースになってますから、ね、名物コース、そうですね、はい、そうですよ。でここで今日は世界平和を願って88箇所を巡りたいと思います。それはお遍路さんということ、お遍路さん、それは四国じゃないんですか。京都にあるんですよ。森さん京都にはないわ、聞いたことないよ。森さんいつも聞いたことないよ。聞いたことないわ。いや、京都にある。あ、これかぶって、こうですよ、これかぶっていくの、はい、こういうことです。いや、ほんまにあんの、ほんまにあるんです、京都に、ほんまに逆じゃなくてほんまにあるんです。で88箇所行くの。88箇所巡ります。88箇所、じゃあどんな行脚になるんでしょうか、はい、行きましょうか。京都お遍路行脚。どうも大石さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。京都ここ仁和寺に、はい、まさかその88箇所お遍路があると。当時の門関さん、第29代西仁保親王という方なんですが、うん、この方のですね、使いを取った寺侍という方が実は阿波の出身で、はい、徳島県、はい、徳島なんですね。この人と門関さんがですね、なんとかあの子供さんとか年取った人とか女の人でも88箇所を巡ることができないかというようなことをですね、どうも話をされたみたいですね。それでは四国をお参りして砂を持って帰ってここに開いてみましょうかということから始まったようですね。あの、参っておられる方っておられるんですか。そうですね、まあ、健康のために毎日来られる方もいらっしゃいますし、それから信仰でお参りされる方もいらっしゃるし、やっぱりですね、なかなかあの四国までは簡単に行けない、行けない。ここでしたら2時間程度でお参りできるということでですね、まあ、いらっしゃいます。この88箇所京都仁和寺にどんなこと待ってるんでしょうかね。もう僕たちもだから真剣にしないと。そうですね、世界平和、もう今日はぜひですね、そうですね、まあ、コロナのウイルスのですね、はい、収束を祈願しながら、はい、自分たちの健康も兼ねて、はい、お参りいただければと思います。わかりました、はい。さあ、ここが一番ですよ。あ、こんにちは。あ、お世話になります。お世話になります。よろしくお願いします。倉信と申します。倉信さん、はい、よろしくお願いします。もうやっぱ今回倉信さんが同行でいろいろご紹介してくれはるんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。まずは一番、はい、こちらが一番の、うん、はい、音になりますね。阿波の国、阿波の国、いわゆる徳島県やね。徳島県発信と、発信、はい、ここからどういうことになるんですか。まあ、その菩提心を発信するといいますか、うんうん、まあ、その悟ろうという気持ちを起こすという意味で発信の道場と言っております。ここも1番から23番までは徳島県が重なってるんですよ。はい、徳島から回って高知入って、そうです、愛媛に入って、はい、で香川、はい、1番の88箇所の1番、霊山寺、あ、2番極楽寺、ここずっとつながるんですよ。これがいわゆる四国にあるお寺ですね。そう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 、四国にあるお寺。霊山寺さんはこちらご覧ください。これ、お、ああ、書いてある、書いてある、霊山寺さんって書いてある。お、間違いないわ、はい、ではちょっとお参りさせてもらいましょうか。はい、まずこの健康第一で、健康ならば戦えます、はい、さあスタートするときに、ここですね、はい、これ弘法大師さん、はい、真言宗お開きになられました、はい、弘法大師様の空海ですね、はい、空海ですよ、はい、はお参り前にこう手を合わせていただいてスタートするというような形ですね、はい、僕らも真言宗京都洛南高校やったからもうもうこう空海さんの写真が教室にずっと飾ってありました、はい、あ、 ありがたいです
どんな世界が待ってるか、うん、この京都仁和寺での88箇所ですからね、はい、まあでも青もみじが綺麗だったり、いいですね、この森林浴、ね、はい、すごいね、空気いいです。あれもう、はい、もう2番です、はい、88個ありますので近いですね、はい、はい、こらええわ1番目から88箇所目まで行くんですけども、はい、これ距離が 2.4 キロですか、うん、あの全一周でね、うん、一周で 2.4 なんですけれども、うん、まあ山道ですわね、そう、アップダウンが激しいとこ、うん、で 1,2,3 ってもう見える距離にはあるんですよ、うんうんうん、見える距離ではあるから、うん、最初正直言ったらね、森さん、うん、こんなん楽勝やと思いませんでした、うん、思った思いましたね、うん、僕もあれこんなもんかと思ったんですけど、うん、これがね、うん、まあまあやっぱりその88っていう数っていうのはやっぱり偉大なもんでね、うん、まあまあね、甘くはないです、甘くはなかったですね、これ柳田さん、はい、このちょっと景色見て、うわ、京都市内にこんななんか、ね、これ木漏れ日が、ね、いやちょっと異空間ですもんね、いやいいよ ね、 なんかあのポストカードみたいね、絵はがきみたいになってる、あもう来た、5番、あ5番来ました、はい、地蔵寺、お地蔵さんやのかな、よし、お世話になります、お世話になります、まあ、今回森田さんいろいろ、ね、うん、コロナでありましたけど、森田さんとかはどうしてあるんですか。いやもうステイホーム、ステイホーム、家、うん、います、もうとにかく家にいて、うん、で普段できなかったことを、うん、もうしっかりやって、うん、希望が見えたって言ったら成就で帰りますやん、あ、だよね、すごい、こういうコロナの時にこういうの初めて僕らね、当たり前やけども思うけども、日常が本当ありがたい、平時がね、平時がありがたいよね、でまあ仕事させてもらって芸能界でね、2020年言うたら普通オリンピックの聖火ランナー決まってた、よっしゃー思って、2020年が来んの7年前から待っとったんや、あかんわ、うん、まあだからやっぱり調子乗んなよと、あまないぞと、来た来た森さん、はい、もう全然どこしもけんね、お願いします、よし、このタレント業をやってて思ったけどね、うん、地元の方に可愛がってもらうとあかんなって、まあまあ移動もできなかったからね、そう、うん、もうこれはもう特に思った、うん、やっぱり KBS 京都やわ何のアピールですよ、 KBS っ子やわ今の完全に14番って言ったら CM みたいな感じなぜ手を合わすんですか。やっぱり仏さんに対して、まあ、うん、真言宗では相互供養っていう言葉があるんですけど、はい、まあ、自分も仏さんに手を合わせたら、うん、仏さんもこう手を合わし返してくれるというようなことがあるので、若手の時ってよく分からなかったけど、うん、こう手を合わして目を閉じて頭を下げるっていうことってなんかあのスーッと一瞬でもね、スーッとこう心が穏やかになりますね、うんうん、そうです ね、まあ、精神統一じゃないですけどね、はいはい、スーッとなるわ。ここ最後ちゃう、森脇さん、徳島最後、薬王寺、ほんまや、徳島県ラスト、徳島県もうここに来た、おお、すごいとこ来たね、ほんまや、僕らあの山門から来たんですよ、今日南向いてるんですよね、はい、南です、南向いてるんですよ、あ、え、京都タワーが、はい、京都タワー見えるか、あれアルベナハルカスかな、あの右のやつやで、あの山と山の間やで、かすかに見えてるやつやで、あれアベノハルカスかな、まかな、だって京都タワーからもアベノハルカス見えるもん、でこっから見たら天竺ぐらいいやあれ多分アベノハルカスやで、ね、こう見たらあの京都のこの屋根とかいいですね、これだけ一つになるんですね、
こんだけ見える人が全部コロナの時ステイホームしたはったもんな。そうそうそう、家の中におってもんね。やっても日本人ってやっぱすごいな。素晴らしい。いつか笑えるようになったようにね。そうやね、あんなことあったなあ言うて。しかしあの景色がすごかったね。景色ね、あの阿波のラストね、アベノハルカス見えたね。いや俺最初嘘やん思ったやん。僕も嘘やん思った。最初見えた。でもあれ冷静に見たらあれアベノハルカスやったよね。そうそうそう、見えたな、ズドーンって平野の向こうでね。確かに今日は天気良かったのと、見えんやね。うん、ね、ガスってなかったし。ガスってなかったし。だからこんなこともあるんかな、このコロナでちょっと車を控えてはるとか、ちょっとこう環境的なものも減ってんやろね。できたんかな。これはいいわ。あ、高知県来ました。これ修行の道場ってさっきは、さっき発信と。まず修行するという気持ちを起こして、うん、次は実践っていうことですね。四国四県を4段階の修行 の、はい、あの悟りに向かう過程を4段階に分けてて、でここから修行ということですね、はい、結局は修行の場はね、男は黙って。じゃあ森さん、ちょっともう黙りましょうよ。せめて修行ピーチクパーチク、ピーチクパーチクの大将森垣さんですやん。もう帽子大きさ同じよね。大きさ同じやかな。同じやかな。ちょっと変えて。あれ子供用。子供用やねんから。だって顔と帽子のサイズが。これ CG や。CG やんか。今 CG やんか。あ、こちらが。そうですね。この辺りが大体。一番高い辺りかなと。ああ、はい、頂上、はい、頂上に、頂上になりますか。にはやっぱり弘法大師さんが。そうですね、まあ、始まりと途中とね、はい、途中のね、一番最後と。森脇さん来た。来ましたよ。これより伊予の国、愛媛。愛媛、あれ菩提、菩提に変わりましたね、はい、修行から。修行の次は菩提。菩提っていうのは菩提って何ですか。まあ、そう、修行してこう実践したことをもうさらにこう洗礼させて、まあ、定着させるような形ですけど、うん、自分のものにするみたいなニュアンスでいいかと思います、うんうんうん、僕らその割には喋りすぎたんじゃないさあ、はい、愛媛県、愛媛県、伊予の国、よろしくお願いします。愛媛県です。お願いします。あ、よし、ちょっとみかんの匂いがするええ加減なこと言ったらあかんの、ほんまに。ええ加減、じゃあ悪だるけどね。うわぁ、ええ顔したはるな。ええ顔したはる。ちょっと僕に似たはるな。ええ顔したはる。なんか僕に似たはるわ、男前。ちょっと森脇健児顔や。あ、千手観音や。千手観音すごい、これすごい。千手観音、これちょうど半分ですよ。44番。44番。11面観音。あ、11面観音さん、うまい。はあ、ええ観音さんやね。ということで半分、半分来ました、ね。1時間まあまあ、ね、ちょっとぐらいかな、まあね、さあ後半戦ですよ。後半戦ですね、うん。お遍路っていうのはそもそもあれですか、その何のためにみんなさん回ってはったんですか。やっぱりそのお大師さんの信仰ですよね。弘法大師さんが実際に歩かれた、うん、その道のりを自分も体験するっていう体験型の、はいはいはい、まあそのお参りの形の最たるものですね。そういうことか。そうか、弘法大師様が回ったことを自分もやろうと、ね、そうですね、まあ、聖地巡礼っていうこと。聖地巡礼ね。ああ、わ、柳田さん景色がすごいわ。ほんまですね。またさっきのところと大体ほぼ一緒なんですけど、まあ、見晴らしがいいので、こういう感じで。この辺りは成就山頂上、はい、山自体が成就山と。あ、そうですか。よいしょ、お願いします。うわー、景色が綺麗ね。今日はもう最高の天気やね。また緑が新緑で、緑がね、この手前の山は生きてるわ。これだけ見てたら
今世界がこんな騒動の中にいると思わへんもんね。綺麗な景色、綺麗な山、太陽の光をさんさんと浴びて、山田さんさんさんと浴びてや、太陽の光を、光合成になって光合成よし。すみません。次がちょっと、はい、足場悪いんですけど、大丈夫ですかね。ああ、うわ、ここやて、ほんま、へえ、これ作らはったやな。作らはった人も大変やね、これ。はあ、うわうわ、なんかいいな。53番、延明寺さん。うわえ、降りないんですか。こっちから回ります。おすごいな。忍者屋敷みたいになってるよ。いいですね。あの森さん途中であの、はい、上がるとこね、岩上がるとこ、もう忍者の里や、忍者の里から U ターンすると思うと思う、ね、思ったよ。ほんならあのめっちゃあれ子供の時の路地みたいなとこ通ったね。あとなんかテーマパークみたいな感じでね。そうそうそう、あれでも作ってた人も考えたんちゃう。ちょっとこの辺でこれ入れとこかみたいな。一人ぐらい、一人二人おったんちゃう。そんなんいらんことするやつ、いらんこと、ね、おいちょっと忍者の里みたいなことでやらんかー言うて。だそうね、柳さんが今言ったように登る時って意外と、うん、息切らしながら登っていくけど、うん、下る時って意外とね、そうそうそう、筋肉痛下りのが起こんのよ、うんうん、だから人気なくなった時の下り、うん、きついで。もうちょっと絵の意味が変わってきましたわ下り方を覚えたら人生楽しいぞ、うんうん、久々に背中見たけど哀愁あんな。愛媛県ですね。まだ愛媛県。はい、愛媛県長いわ。なんか気持ち的にね、ひょっとしたらね、もうええんちゃうかっていう感じになってきましたけどねちょっと愛媛長いねいや森さん、気持ち的には僕も一緒にやってるからすげえ分かんねんけど、さすがにそれ言うとバチ当たるけどよし、うわこれも立派なね、うん、立派やね。あの一つ一つこの中に違うんですよ ね、 違うんですよね、うん、違うのよ、うん、こういうの見て回らなあかんね。いや今何箇所まで来ましたか。61ですね。もうあれやね、最初はなんか数えてて何個か言ったけど、うん、今はもうそうなんですよ ね、ちょっと人生っぽいですよね、うんうん、そうやね、うん、ああそうか、なんか子供の頃とか でもそうかもしれない。森さん88まで生きるとして、ああ今もう61って考えたらそういう心境になるかもしれへんね。そうか、ほんまにそうかもしれへんわ。今だって平均寿命が大体80は90やもんね、大体ね。そう考えるとちょっと面白いかもしれへんね。あそうか、うん、君の話だろ、忘れたわ。61になったらこんなもんやん62倍やで、ここ。もう62歳、還暦過ぎたわ。還暦過ぎたな、うん。88って A 数字じゃないですか。そうやな、確かに末広がり、末広がり、ね、だいたい平均寿命やもんな、うん、そこで何思うかでしょう、うん、ほんまにもう今何番目とかもう数えようになった。数えてないね、僕らも。もう僕今年今わからんもん今。そして愛媛の最後、ここですね。あ、65番だけなんか扱いが違うぞちょっとここだけ、65番下、はい、三角寺めっちゃ綺麗やん。はぁ、うわ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 、なんか違う、雰囲気違いますね。雰囲気、あれ家があるぞ。お前や、そうです、ここにまあ一応道盛りみたいな形で人が住ん、はいはい、昔は住んでて、住んでおられたんですね。香川入りました、讃岐に。はいはい、讃岐また新しい世界が見えてくる。新しい世界って感じしますよね。ね、うん、あ、書いてある。あ、ちょっとこれ教えてください。最後、涅槃の涅槃 ですね、ですよ。これまでの流れを組みますと、はい、まあ、発心があって、修行があって、菩提があって、最後涅槃ですので、こう今まで修行して積み重ねてきたこう最後完成形にこう近づいていけるような場所ですね。いや、だけどさ、だから66ぐらいから意識せなあかんねそうですね、さっきのに合わせて言うと最後に、だからこう人生こう
綺麗に。綺麗に。そうか、涅槃。涅槃。あ、橋渡んにゃここは。あ、ここは。珍しいな、ずっと聞いたけど。はあ。すごいすごい。橋があるで。なるほど。すごいな。ちょっと歩き方がなんか生まれたての馬みたいになってきましたね。なってきましたね。なってきましたね。今までの修行から発心から全てをまとめて、まあね、ようできたんだ。あ、ようできてやるね。なんか早なってきたな、だんだんここに来て、うん、ほんま早い。もう早なってきた、うん、早なってきた。やばい。79。あ、もう80ここにあるわ。 なんか79、80早いな。うん、やばいやばい。森脇さん、森脇さん、おい、森脇さん、森脇さん、やっぱり80になると。そうや、やっぱそうなんねんって。森脇さん、今森脇さんがつまずいて初めて見たもん。今チラッと見えたけど、まず87行きましょうよ。87ね。うわ、なんか大きく、大きくてるな。こうありたいですよね。うわ、最後こう来るか。こうありたい。素敵な、あの素敵なね、空気がパーッと流れてきて、うん、で見えるんですよね。でもなんかこう、うん、僕らがね、うん、甲骨の表情なんだよ。なってきた。全うした人生を、ね、人生を全うしたら、うん、ああいうハッピーエンドのような、うもう最後があるんかなと。そう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 。ありがとうございました。無事88箇所お参りさせていただきました。いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。どういう、88箇所巡りになるのかなと思ったんですけど、はいはい、想像以上にあの立派だったし。そうそう、ありがとうございます。でやっぱりあの終わってみてこう達成感じゃないっていう柳田さんが言いましたけど、なんかこうほんまちょっと人生を感じさせていただきましたね、うんうん、もう一回見つめ直してね、うん、で一回一回こう手合わすのもいいですね。スタンプラリーも年に6回ほどですね、うん、行っておったりですね、最後の88番のところで、うん、あの5幕であったり写経会とかも今後やっていけたらなと思ってますので、はい、詳しくは仁和寺のホームページで。そうですね、はい、旅行とかちょっとね先にならないといけないんで、四国っていうともちょっと厳しいかもわからんけども、そうですね、京都にこんな素敵なところがあったっていうのを、はいはい、改めて感動しました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ようもありがとうございました。ありがとうございました。の町だ、羽根さん六角たこ錦、京都の街を歩こう、京都明日はこの街で色濃く残る記憶と風景、街並みに映るべき人は笑う、羽根さん六角たこ錦、丸竹恵比寿に押し置いけ、シアやブッパが松万五条、素敵だチャラチャラ魚の棚、六条七条八九条、どうだこれが千年の都。